何年目だっけ？ちょうど2年目です。お待たせしました。いいね。父さん、田んぼは？パチンコで保証金使い果たす気？うちは農家だよ。他の仕事なんかできるかい？津波を間近で見たわけですよね。故郷に帰れてない人とかいるわけじゃないですか。そういうことを卒論のテーマにしようと思ってるんですよ。みんな買って！咲いた紫陽花が優しく、俺さ、この仕事好きなんだよね。生きてる感じするよ。ホテル行こう。こんな形でしか自分の気持ち確かめられないなって。どうして私のことなんて守ってくれるんですか！とデートしてることが大事なんだって今になってやっと少し分かったよ。